一方、田原元町は保有しているトイレトレーラーを石川県能登町に派遣しましたこのトイレトレーラーは洋式の水洗トイレを4つ備えており2020年に災害対策用として納車されたものですきのうに出発してきょう石川県能登町の町立能登中学校に到着し 毛布や飲料水、液体ミルクや備蓄の食料なども積み込んでいるということです田原本町のトイレトレーラーが被災地に派遣されたのは初めてで担当者は現地の状況が落ち着くまで設置される見込みと話しています